さやかです。よろしくお願いします。さあ、初生配信ということで、インスタの方ではライブ配信したことあったんですけど、ちょっと今回 YouTube の方では初めてということで、若干緊張気味でございます。もうレコード大賞を見てたんですよ。うたちゃんの歌声を披露してくれたアドさんがこう撮るのか否かっていうところで、ちょっとドキドキしながら、あ、うまく配信できてるのかしら、もうむっちゃ緊張してるんですけど、さあさあ見に来れるかしら、みんな来れるかしら、ドキドキしているよ。音響とかがねめっちゃ心配、生きてるんかな。あ、なんかね、昨日をだからちょっとリハーサルというかね、まあリハーサルよりも一人やけど、一人でこうどうやってやるんやろうと思ってこうね触ってたら、音がめちゃくちゃハウってしまって、解決の仕方が結構もう10分20分分からなくてですね、もうバタ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 したっていう。ほんまはだから、これねスマホでやってるんですけど、でスマホでやりつつ、本当は PC をパソコンを横に置いて、そのパソコンでみんなのコメント返しみたいなのをしながら、配信しようかなって思ったんですけど、そのパソコンをさ横に置いとくとめっちゃハウるんですよ。なんかキーン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 みたいになるから、みたいな、これみんなのコメント返されへんけと思って、そうだからちょっと諦めました。パソコンはだから遠ざけてますいつもはねこの辺にPC を置いてるんですけど、ちょっと遠ざけてます、怖すぎてって感じで。さっき入ってきた人はさ、あの音いけてるかなとかさ、ちょっと音大丈夫かなっていうのは本当に教えてほしい2022年も終わりということで、みんな何してるんかな。年末年始、今日30日本当の年末年始ですよね。30日ってね、ご実家にで家族と一緒に、過ごされてるっていう方が、まあ、一般的というか多いんかな。今回ね、私はねでもね帰ってないんですよね。特に帰ってなくて、あの東京にいます。私はね、だからその代わり来年はもうちょっと大阪の方のワークショップもできてないので、そっち帰ってできたらなーなんていうのもね、来年はしたいなと思ってるんですけどね。ぜひチャットをコメントが送れるんですよね。チャンネル登録をしていただいた方がコメントをできるっていう設定にしているので、登録者の方はですね、ぜひ、生配信、初めてね YouTube 生配信してますので、こんな機会もね初めてですので、よかったらぜひ交流していけたらいいなっていうところで、こんばんはこんばんはっつって、今テレビこれ見てたよなんつってコメントくれたら嬉しいななんて思っております。あら、こんばんは上村様、ありがとうございます。チャットいただいて、会長さんとの対談面白かったです。会長さんあれね、のび太の動画ありがとうございます。そう、会長さん、会長さん自身もだって倖田來未さんのダンサー10年以上やった人っていうのがまずね、レアキャラレアキャラ。結構倖田さんってね、今もあの新しいダンサーさんがついたりとかして、そう入れ替えたり新人さんを入れたりねする方なので、10年以上出てる、すごいですよね。だから私も緊張しました、会長さんと喋るのは。でも優しい人やから、もう人柄は分かっていたので、絶対よく喋っていただけると思って話し出したら、もう会長さんがまさかの止まらないっていう私結構おしゃべりママモンスターって思ってたけど、結構会長さんもすごい喋るから、うわー、あんなに喉使わなかった対談もね珍しいですよすごい喋ってくれると思って楽でしたね。うん、今年はだから倖田來未ダンサーシリーズが結構やっぱ人気が出たというかね、こうダンサートーク的には、結構再生回数がまあ何千回って回ってるのは、平均的にやっぱこう倖田來未ダンサーズの動画が回っていたのかなという印象です。うん、そろそろ ABEX さんに怒られへんかなって思って、ちょっとドキドキしてますけどもね、あんまでも勝手にいろいろ喋らんといてよってこう言われたらね怖いから、もう次またもし倖田來未ダンサーズと撮るときはもう申し訳ございませんって、こうだからこれは大好きやからコンテンツにしているっていうところで、いじりとかねない動画じゃないですか、言ったら倖田來未さんが大好きだから動画にしてるんですよっていう、そのポジティブなラブで作ってるんで、それはご了承いただきたい本当申し訳ございません先謝っとこ、怖いから、何があるかわからないから、でも好きだから尊敬してるから作ってるんでございますよっていうところで
思っておりますですね。今年はですね、まあ、挑戦シリーズもねいろいろやったので、挑戦シリーズってだからほんまに今年は仕事復帰、2年無職からの仕事復帰の年でございましたので、毎月レッスンをやってみたりだとか、毎月ワークショップやったりだとか、出張レッスンのご依頼いただいたらやったりだとかね、ありましたも、呼んでいただいたね出張先の、ほんと ママダンスサークルとか、そのダンスサークルが多かったんですけど、本当にありがたかった。うん、地道にお仕事させてもらいながらも、その仕事のね隙間を縫って、やっぱりプレイヤーとしての挑戦っていうのもねやりたかった、やりたかったから、まあ愛さんのダンサーオーディションに始まり、あとはディズニーダンサーオーディションもね初めて受けましたね。いやードキドキしたテーマパークのオーディションをね、もう何年、10年ぶりぐらいにお母さん受けるよっていうことで、ディズニーダンサーオーディションもねトライしましたけども、とかなんかでもそういう挑戦系のオーディション挑戦しますみたいな、オーディション結果発表みたいなね動画も結構伸びたちゃうかなっていうところで、いろいろなんか共にねダンサー共に成長、そして、挑戦していく姿勢っていうのはね、なんか再生回数もあったのかなっていうところで、ちょっと頑張っていかなあかんなと思いました。あとはね、過去一今年はありがたいことに過去一回った動画とかもね現れたんですよね。やっぱ平均的にこう少ない再生回数の動画さんだとね、やっぱ100切ったりとか100前後してたりとかしてたんですけど、中にはね今年1万回再生を超えた動画をね出すことができたんですよ。初めて、2年間 YouTube やって初めて1万回超えた。ほんまに何やったあれ、ケイスケとの対談なんですよね。ケイスケくんとの対談が、ようやくというか初めてダンサートークやってて、まあ、60本以上動画出しましたけども、やっとこさ、1万回再生超えたということで、本当にケイスケありがとうございます。ちょっと見てない方はねぜひ見ていただきたい。1万回超えた、動画っていうのは、まあ、安室奈美恵さんとか西野カナちゃんのダンサーになれたのはなんでだったのとか、どうだったっていう話をした動画がダンサートークの中で一番回ったなっていう、過去最高記録の再生回数を出した動画となりました。本当にありがとうございます。ゲストトークですよね、だからゲストトークでようやく行ったという感じでございます。ありがたいですね。ね、今回でもさ、ゲストトークがさやっぱりさあんまり取れなかった年でもあるんですね、残念ながらと言いますか。そうなんです、ゲストトークがあまり取れなかった年なんです。っていうのもですね1年目はやっぱ毎月取ったんですけど、今年はねやっぱ夏頃からねこう娘がなんかこう風邪をよく引くようになってしまって、最近までねもう元気になったんですけど、ノロウイルスに初めてかかっちゃったりなんてしたので、そうなんです、大変だったので、なんか予定がこう思ってた予定がポシャったり、ね、うまく組めなかったりして、オファーしたお声掛けした、ダンサーさんとのなかなかスケジュールが合わないみたいな、そうなんです、苦戦いたしまして。数で言いますと、ね、毎月本当はゲストさんが出ていたら12名の方が、出てくれたはずなんですけれども、ちょっと今年は6人数えたらね6人だったので、そうなんです、それが反省点ですね。あんまりゲストトークが出せなかったっていうところがね、ちゃんとしていかなあかん。だからね、やっぱ人と会うっていう企画になるとやっぱちょっとリスキーというかね、まだそのコロナのことだったり子供がちょっと体調崩したらポシャるっていうところで、まあまあ毎月せめてまた一生懸命オファー出すのか、もしくはね、2ヶ月に1回とかちょっと頻度を減らすのかっていうのはねちょっと考えていかなあかんなと思いながら、うん、そうそう、まあでもその分ね、ちょっとソロ動画でいろいろオンラインサロンに入ったりはしたので、そのことをご報告したりとか、ね、できたかなとは思います。うん、みんな冬休みはいかがお過ごしですか。そう、うちはだから冬休み入ってすぐ、ね、子供たちはやっぱ習い事があるので、
習い事のね送り迎えはしつつ、自分の練習というかねトレーニングもし、なんか踊る時間も設けなあかんので、週に1回ダンススタジオ行って、週に1回ジムに行ってっていうところでやっておりますけれども、なんかトレーニングもね、やっぱなんかそう週1ぐらいやとなんかあんまりねキープはしてるんだろうけど、なんかこう成長してるっていう実感がねやっぱねなかなか持てへんから、もうちょっとこう宅トレというかね、自宅でできるトレーニングの頻度をなんか毎日コツコツやるとか、だからそういうの増やした方がいいかなって反省もしつつ、だらしない性格なんで続かへんからどこまでできるかいうところで、ね、でも頑張りたいな思っております。なんか何伸びた今年、沖縄のアクターズスクールさんがさ、なんか復活するみたいなニュースがさ流れて、でなんかそういうイベントもやってたんですよ多分アクターズスクールの、まあ、だからかあの日向とのロサンゼルスでね子育てをしてる日向ちゃんとの動画が3本目がね、そのアクターズスクールの話をしてたんですけど、なんかそれが急激に伸びたりとかね、なんか YouTube なんかいつどこで伸びるか全然わからないねっていうねえ、それが後伸びしたりとかして、ほんまにありがたいことに、この YouTube チャンネル その収益化条件みたいなのがあるんですけど、最初のハードルとして難しい壁って言ってるのが、チャンネル登録者数が1000人登録以上っていうのと、あとは1年間の動画の総再生時間が4000時間以上、いってるチャンネルは収益化申請して収益化できますっていう、そういう規約があるんですけども、このねチャンネル登録者数はさ、まあ、あの出してるので出てるので、まあ、350人ぐらい登録いけたんかな今年っていうのはもうみんなね分かってくれてると思うんです。だからあ1000人登録全然いってないな、難しそうやな、厳しそうやな、さやか頑張っとんなって思ってくれてると思う。でこの総再生時間4000時間っていうのがさ、なんか4000っていう数字がでかすぎてさ、えどれぐらいで手に届くもんなんていうイメージがいまいち分からないでしょう。なのでちょっとその時間をね、今現在その総再生時間どれぐらいいってるんですかこのチャンネルはっていうところをねちょっと発表したいと思います。発表しますよ。4000時間いってたらいいけど、いけてるんかどうかいうところですよね。それが現在3654時間再生いってます。ちょっと待って、3600時間超え、まさかの、えってもうすぐ4000時間目の前に見えてませんっていうとこなんですよ実は。いやなんかそう、なんか4000時間ってなんか膨大そうだなみたいな、なんかその1000人登録の方がなんか私の中でこうね、インスタグラムは1000人登録いってるから、なんか1000の方が手が届きそうで、その総再生時間4000時間っていう方が手が届かなさそうな数字だなって思ってたのに、まさかの総再生時間の方が3600時間でこう手が届きそうっていうところで、そうなんです、これはだからもうちょっとケチ叩いたらこう見えてくるんちゃうか、まあ、だから今総再生時間がそんなにいってるってことは、もうこれチャンネル登録者数が1000人いけばもう自動的にもう4000時間は絶対超えるんですよ総再生時間。そしたら収益化申請できるんですよ、できるんですよ。だからもう困ってるのは本当に登録者数うん、あここをやっぱりあなんか手届かんから、うん、ちょっとええかって思ってたけど、これも収益化が見えてきたぜっていうところなので、ここはやっぱちゃんと続けてケチ叩いていかなあかんなっていうところやなと思いました。やばない、行くんですよ、だからもうすぐ、おびっくり結果ですね今年の2022年の結構びっくりした結果かなと思っております。あ YouTube ですごいこう盛り上がったなって思うチャンネルとかありますか皆さん。私はやっぱね、そうカズキの種さんの勢いがすごかったなというね、やっぱすごいですよね。なんか踊ってみたもたくさん出してたし、でねちょっとこうエンタメ系の動画も出してたりとかで、ライブツアーも回るみたいな。だって来年シットキングス、カズキさんの方はシットキングスじゃないですか。シットキングス自体も武道館でね、ダンサーだけの、グループで初めて武道館でライブをされるって
というところで、それもある中、カズキの種ツアーもするっていうところで、どんだけアクティブみたいな、動きまくるやんみたいな。そう、でもやっぱりね、これはね、なんかね、この間うちの旦那もね、なんかぼやいてましたけどね、やっぱこうもがきまくってるやつがというか、動き続けてもがきまくってるやつしかやっぱ残らんっていうところ、うん、このご時世に、なんか暑苦しいかもしれへんけど、ほんまにその努力というか頑張ってるやつ頑張ってる人っていうのがね、言ってる、やっぱすごいなーっていう。私よずこまでね、自分のケツその叩けてない、ダンスができる時間がね短いから、その時間での一点集中はすごいね、やってるつもりではいるんですけど。今みんなテレビとか見てます？なんかあれやろ、レコード大賞と裏かぶりしてるから、もうみんなもうテレビから目離されへん時間よね、多分ね。いや楽しみですね、レコード大賞。じゃあみんなで見よう。わー、ダイスも入ってるんか、やばいですね、ダイスやば。おお、ミセスグリーンアップルさんが、うん、なんかもうこの人たちもね、いろんな幅の曲出してましたね。なんかさ、このさ、生配信機能を使って D リーグ観戦しても楽しいよね、多分生で。でも動画がすごい長くなっちゃうかな、動画が長くなっちゃうかもしれないね、そしたらね動画が長くなっちゃうと辛いよね。今年は、まあ、ダンサートークとしては、もうちょっとゲストトークの収録がねたくさんできたらよかったなっていうところが、まあ、反省点ではあります、ですのでね、結構ね、そのゲストにオファーして断られるっていうのが結構ね、メンタルね、メンタル強めの人じゃないときついですよね。だから普段まあ社会出てね、営業やってる人はそんなことばっかりやってると思うのにね、本当にこれもね、メンタルもうちょっと鍛えなあかん。だからオファーをもうちょっと打率を出すというか、上げる、オファーの打率を上げるっていうところと、でまあレッスンがね、人が来なくて苦戦したので、まあ、どういうところにこう私の自由があるなのなっていうところのリサーチというかね、どういう人にです。あとは大阪ワークショップがほんまに行かれへんかったから、去年ほんまに来年は行きたいと思ってます、ほんまにそれは思ってます。ですので年末年始はね、ちょっと冬休みは帰れませんので、これはちょっと春休みに帰ろうかなと思ってます。はい、まあ、大阪で、2本ぐらいねレッスンをこうアップテンポと、ちょっとスロー R&B みたいなのをこうできたらいいなと思っております。はい、なので大阪のダンサーさん、ちょっとね、待っていてください。はい、帰りたい気持ちはめちゃくちゃあります。はい、待っていてくださいというところで、あとはママたちと踊ってみた動画をね、初めて出したんですよね。なんか踊ってみた、ちょっと恥ずかしいなっていう気持ちがあって、もう踊ってみたやってなかったんですけど、やっぱ新時代を、あれはもうワンピースがね、私大好きなので、やっぱワンピースファンとしてはこれやらないかんと思ってですね、新時代をやらなあかんやろと思って、ちょっとそれはね、やらしてもらったらこうね、連絡が来て、踊りたいっていう連絡が来たから、なんかそういう踊ってみたシリーズ、そのママで踊ってみたシリーズみたいなのもちょっと来年はね、撮ったりとかできたら、もうちょっと撮る企画をして増やしていったら楽しいのかななんて、みんながねこう気軽に楽しめるのかな、ダンスをって思ったりもしてますんで、それはなんか一緒に踊りたい子がいたらよかったら、連絡してくれ私もこれやるから一緒にやれへんっていうことはね、考えていこうと思ってるんで、ぜひぜひというところでございます。はい、もう終わっちゃうのでですね、これね、忘年会、今ねこうレコード大賞ともうゴリゴリ裏かぶりしててですね、全然こうなかなかねあんまり集まってませんけれども、次、ちょっとリアルタイムでまたやりたいので、ぜひねライブ配信みたいなのをねやりたいので、次新年会告知します。新年会の日程決めました、決まってます。新年会が、1月の2日日曜日、嘘ついた月曜日祝日、1月の2日ですね、こちら夜の8時からダンサートーク、YouTube ライブ配信していきたいと思いますので、ぜひ新年会の方にもですね、予定が今回合わなかった人は遊びに来てくれると、そしてチャットコメントいただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。というわけで来年もですね、ママやダンサーさんに向けての情報発信、情報シェアチャンネル、続けて頑張って続けていこうと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。せやねでした。みんな良いお年を。